お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。中堅 TV 登山のお時間です。やっと始まりました。輝かしい第2回目。前回の撮影で太田君どうでしたか？いやもうギアもだいぶ飛んでワークマンで素晴らしい。余裕でしょう。余裕で今回前回のようにヘトヘトにならずにパッと素晴らしいですね。 ちなみに今回も天然のサスケセットを目指して南薩摩市は低山にして最強磯間や磯間岳九死に一生スペシャルお届けしたいと思います。じゃあ今回も太田くんにちょっと意気込みを伺いたいのですが。そうですね、今日はもう2時間で2時間で早い。パッとパッとタケノコ取りに行こうか。タケノコ取りに怒られるやつ。かしこまりました。じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。うわいいね。これも結構うっそう系だね。このだいぶ歩きやすい。まあそうね、うん、前回からしたらね涼しい。うわいやマジ全然違うね、うん、ワークマン最高や。ワークマン、うん、ワークマンのスポンサーワークマン公式からそうですね、あれが来ることを祈ろう。うわカニ嘘。うおお鳥すげえ。久々に見たカニ。うわマジ風がめっちゃ風が。わ岩がやっぱでかいね。結構がね風気持ちいい。いやいいね。こういうカニだったら登りやすいね、うん、あれムワムワがないからね。余裕だなこれ。これぐらいだったらいいね、はい、このペースでいければ。カニが多い。お、多いね。すごいね、サワガニ祭り、うん、サワガニの天ぷらが。タケノコとタケノコとタケノコじゃあサクッとタケノコがいいわ、でけえな。綺麗だから。始まりました。始まりました。ちょっとらしくなってきました、ね。うん、おお。でこのいつもの。わ、来たね。来ましたね。わこんな感じ。登ったらもう一緒っすね。もう東京さんと。一緒だね。一緒枠だねこれ。ああこれぐらい。おイノシシ。イノシシ跡。またしてもまたしてもあいつらここまで来てたんだ刀剣山から、うん、グリップが効いて全然滑んない。あマジ。あめっちゃいいね。さすがさすがだね、はい。ワークマン。ワークマン。コアフィールド1900円。いや安い。すごい。おわ来たよ。来たよ岩。岩岩来たね。うわ来とるわ。これ登るんですか。あそういうこと。でもそうだね。ここにピン。え薄いでしょ。そっちもあります。そっちもあるよね。良くないと
そっちから登れる？うわっ、あ、違った。え、これ登るんだったらやばくない？マジ？さあ、どかその上なのかね、うん、行ってみようか、ちょっと。なんかね、迂回コースとね、あんのよね。あ、でもこれ結構っすね。やばだな。おすごいね、すごい絵だよこれ。しびれるわ。おいける、いけそう。あ、マジ？オッケー。うん。あ、これ怖いわ。やば。いや、これ怖すぎるでしょ。えぐいね。うお、やば。うお、すごいね。危険度マックス。危険度マックスだね。すげえ。あ、でもすごいね。あれでもこれどう？眺め最高っす。マジ？おお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 お、めっちゃいいじゃん。やば。いいですね。いや、すごいね。うわー、やばい。うわー、すごいね。すごいね。うわー、やばい。うわー、すごいわ。あ、あれですか、あっちに行くっすかね。あ、だね。すげえな。あそこの下で大竹にヘルメットをつけてもらおうかな。ほう、すごいね。しびれるね。そうだね。マジやばくない？ここはもう、ここはまだ挨拶がありじゃん。挨拶がありだね。マジウケない。マジアドベンチャーあるわ。うわー、すごいわ。うわ、うわ、あ、いいですね。やばやば。太田君、こちらを装着をよろしくお願いいたします。似合うね、この崖と。マジ絵が、絵面がやばいよ。いいね、やってる人みたい。行きますか。おお、すごいね。しびれるわ。うわ、これすごいね。この石が取れそうで怖いんですよ。いや、めっちゃわかる。なかなか信用ならんよね。はい、よ
正面だけでもいいよ、全然正面が見えれば OK です。うん、OK。 うわーすげえわ。うわーすごい、うわーすごいね。うわーまだあるよ。山来とるね。これロープですね。いや来とるわ、マジ来とるわ。うわーすごいね。ロープ。素晴らしい、いいね。結構登りやすいかも。あ、マジ？はい。おお、うわすごいね。おお、うわでも怖いね。怖いです。そこだってロープ結んでるとこう、細い細いつも。貧弱すぎるよこれ。嘘でしょ。すごいね。おお見て、めちゃくちゃすごいのがあるよ。これなんすか、これ大ポーズ。いいわ。おあ、すごい、マジですごい。大大坊主、大坊主、うん、うわすごいわ。うわーこれちょっとファイト一発シリーズでしょ。うわーファイト一発してるね。いや降りないよ。もうあっち回って、あれもうぐるーって回るからさすがにここは来ないね。